河河君、はいえー、国民民主党の河合貴です、えー、今、えー、有田委員からご指摘がありましたことにつきましては、私はおととしの春からずっとこの問題について、えー、指摘をさせていただいております。 本来であれば、えー、もろもろのご質問させていただきたいところですが、一昨日、すでに裁判、1回目の口頭弁論がに入ったということでありますので、係争中の案件について踏み込んだ、えー、発言を求めても、この場では現状できないという制約条件の中、私としてはまあ残念ではありますが、えー、再発防止という観点から、今できることが何なのかという点から、医療提供体制の整備状況について、 確認をさせていただきたいと思いますこの一連の名古屋入管のま上島さんがお亡くなりになられた事案を受けて 入管の医療提供体制のあり方については、この間、ずっと指摘をさせていただいてまいりました、医師のいわゆる常勤医師がいないという状況が慢性的にあるということ、同時に医療従事者が医師以外、薬剤師や看護師、準看護師についての配備も極めて手薄い状況の中で、この間、今も入管が運営をされているという、こういう状況の中、 令和4年2月、本年の2月に、報告書で入管施設における医療提供体制の強化に関する提言というのが有識者会議の中で出されました。この有識者会議の中で2月に出された提言に基づいて、その後、入管施設における医療提供体制の整備状況がどうなっているのかということについて、まず、常勤医師の充足状況について、入管に確認をしたいと思いますよろししくお願いします。 出入国在留管理庁西山次長、えー、当庁におきましては、名古屋事案を受けまして、医療体制強化の取り組みを進め、えー、調査報告書を公表した令和3年8月当時、常勤医師定員1名が欠員となっておりました東,東日本センターおよび大村センターについては、現在までに常勤医師各1名を確保いたしております。以上でございます則君 名古屋と大村については、常勤医師が今、1名ずつ配備されたということですか、他の入管も含めてどうな感じでしょうか西山次長、えー。令和3年8月当時、欠員となっていた東日本センターと大村センターについては、常勤医師1名を確保、現在までにしているということでございます。他方 えー、同じく上銀市定員1名を持っています横浜市局名古屋局それから大阪局につきましては現在まで確保できていない状況でございます川合貴則君、はい、あのそれもそこまでちゃんと言ってくださいよ都合のいいところだけ切り出して言ってそれでごまこそうとしてるように聞こえるじゃないですか不誠実ですよ今の答弁は ということは、えー、あの常勤医師がいまだに要は確保しきれていないということですよね、なぜしきれあの常勤医師が配備できないんですか。西山次長、まああの。常勤医師がなかなか確保,確保できない原因として、あの先ほど委員からあのご指摘もいただきましたあの、医療体制の強化に関する有識者会議におきましては、えー、常勤医師の場合、国家公務員であるということから、兼業が禁止されるという点。 それから民間に比べると給与が低くなるといった点の弊害が指摘されているところでございます。河合貴則君。で、どうするんですか。西山次長。まず先ほど指摘したうち、あ兼業の禁止制限につきましては、 国家公務員法等の特例の創設によって、兼業許可を柔軟に可能にすることなどの待遇の改善について、現在、検討をいたしているところでございます川井貴則君あのいや。兼業規定を見直すことによって、えー、と働ける状態を作ろうということ、えー、それは分かりました、えー、待遇面はどうしますか西山次長。 あの私が今、先ほど申し上げたその給与の面につきましては、やはり国家公務員との並びがございまして、なかなかそこを直ちに変えるというのは困難かと存じますけれども、他方でその兼業の制限を緩めることによって、兼業を基本的には優勝で行う、あるいはその、 医療研修という形で、他の委員で医療に従事するという場合にも優勝というふうに伺っておりますので、そういった面で収入面につきましても改善が図れるのではないかと考えております河井貴則君、はい、あの大臣、お聞きいただいて、いろいろ問題があること、存在していることですね、常勤医師を配備しようには配,配置しきれない制約条件があるということなんです。 ルールの中だけでやろうと思って、今、次長がおっしゃったような話になってしまうわけでありまして、ここをきちんとクリアしていかないと、常勤医師を入管に配備しきれないんですよ、ここはあの政治的に判断をしていただいて、大臣のリーダーシップでこの問題、クリアしていく必要があると思いますが、ご所見をお伺いします古川法務大臣。こののの、えー、名古屋でのお本当にあの 悔やんでも悔やみきれないこの出来事に対するこの強烈な反省のもとにです、ね、二度とこのようなことを起こしてはならないという決意のもとに、この調査報告書において指,定され指摘されている項目がいくつかございます、それは医療体制のです、ね、制度、体制としての不備に対する指摘であるとか、 運用が十分でないというような指摘であるとか、あるいは職員の意識が不十分であるというようなですね、そういう観点からの指摘があり、かつ具体的な改善策として、12項目が挙げられております。でその中で、私どもはこれをも可能な限り速やかに、着実に実行するということを、まず第1の課題だというふうに受け止めておりまして、 鋭意それを実施していいるところでございますで今、委員お尋ねのですね、その常勤医師、制度上なかなか難しいということはおっしゃるとおりでございます。あのえー、しかし、この医療体制を強化するのは、これはあの私どもの責務だというふうに考えておりますから、引き続きです、ね、常勤医師はもちろん、非常勤医師や医師以外の医療従事者、 の確保にも努めてまいりたいというふうに考えております河井貴則君。 あの取り組みをこの間、えー、反省に基づいて進めているということで、ご大臣からご答弁いただきましたが、えー、この有識者のいわゆる提言に基づいて、具体的に現在までの間に、えー、取り組みとして12項目ある中で進んだ、えー、取り組みというのがど,どれなのか、次、え、長、ー、で結構ですので、えー、ご説明ください西山次長。えー12項目う 例えばですけれども、使命と心への策定であるとか、あるいは名古屋局の組織運用改革であるとか、通訳の活用等,等ございますけれども、12項目のうち11項目については、 あ、指針等の作成も含めて、そういったものも含めまして、実施をしたというところでございます。で、1つ、えー、非、えー、民間、えー、非仮放免者に対関する民間団体との連携につきましては、今あの鋭意。 情報収集等を含,め、えー、含めて作業中で、えー、取り組み中でございまして、これはあのまだ取り組み中というふうに整理をさせていただいています川合貴君具体的にと申し上げましたよ、えっと、じゃあ、えー、取り組みは、えー、させていただいたというご説明でしたが、えー、常勤医師はまだ、えー、要は欠員状態であるということは分かりました、えー、看護師、準看護師、薬剤師等の確保はもうできてるわけですね西山,西山次長。 看護師、それから薬剤師といったその医療従事者の確保につきましては、先ほどと同様のお示しの仕方をいたしますと、令和3年8月以降、大村センター、東京局、名古屋局、それから大阪局において、新たに常勤の看護師を確保し、そのほか大村センターおよび東京局において、薬剤師を確保したところでございます。貴君 名古屋入管では、えっと、点滴施設、点滴をする設備すらなかったということが明らかになっていますが、そうしたものも含めて、医療提供、初期医療提供体制というのは整備できたということでよろしいですか西山次長委員ご指摘の,その名古屋のお局の関係につきましては、まだちょっと、まだいまだ。あ できておりませんが医療用機器の整備につきましては、例えばですが、東日本センターに携帯用心電計あるいは東京局に薬剤の分布機を配備したほか、長野局ではレントゲン機器の更新を行うなど、取り組みを進めているところでございます川合貴則君、うんあの。断片的にやったことだけ説明していただいているんですけれども。 現実問題として、長期収容者が大勢いらっしゃ各地の収容施設にいらっしゃる状況の中で、その体制どう整備するのかということ、これ、今の事情の説明だけだと、全容が全くわからない、したがってと、今、ご質問させていただいた、常勤医師、非常勤医師、そして医療従事者のいわゆる確保状況を並びに、医療提供体制、 としてのいわゆる設備の整備状況等について各入管ごとに教えていただけますか。資料として提出していただくようお願いしたいんですが。西山次長、あの整理のご説明させていただきたいと存じます。河合隆則君。はい。あの私がこの問題にこだわりますのは、今後来年以降入管法の改正も含めてそのもろもろの議論をしなければいけないわけです。 であのもちろんそれぞれお立場によって、ご説明、立場があるでしょうけれども、医療提供体制がきちっとしていなかったこと、結果から見て、入管の対応のミスからこういう問題が起こっていること自体は、もう紛れもない事実であります。 したがって、えー、長期収容者、収容者の方々に対する適切な医療提供体制がきちっと整っているということが前提とならないと、えー、当然、えー、今後、入管法の改正の議論を行うにあたって、必ずそれが障害になるんですよ、そんなことぐらい分かりますよね。 だからあの私は、えー、しつこく、えー、医療提供体制をどうするのかということの、えー、指摘をさせていただいてます合わせて、えー、要は非常勤医師ということについてもおっしゃってますけどあの私も、えー、親族医者が多いですし父も医者ですけれども、えー、非常勤で、えー、週に、えー、単発で2時間 とか週2回2時間とか、そういう形でアルバイトで診療に来られているドクターの方に、その一人一人の患者さんのその時点での体調は分かっても、通常状態がどういうご体調なのかという健康状態が分からない状況の中で、その場だけで見ても分からないんですよ。 だから要は症状を見続けることで、初めてその方がどういった症状になっていらっしゃるのかということが分かるわけでありまして、だから、常勤じゃなくて非常勤だけれども、一応、かっだけ、週に何日かだけ非常勤いますから、それでっていう、そういう対応をしていたことがこういうまだ起こしてるんです。 もしくは、専任で、要は収容者の方の健康管理をできる方というのが、専門職でいらっしゃらないといけないんですよ、長期収容するのであれば。だから、その体制まできちっと整えるということが、今後、入管法をあるべき形にどう改正していくのかということの議論に、その先つながっていくということだと思いますよ。 だからそのことをあの私は先ほど、大臣申し、あの指摘させていただいたんです。で、あの大臣が前向きにこの問題に取り組もうとしていらっしゃることについては、私も理解してます。が、しかしながら、常勤のお医者さん、そして、えー、いわゆるパラメディカルの皆さん、方々が、必要に応じて、えー、あの必要なときには速やかに収容者の方の、 要は健康管理だとか、医療的な処置だとかということができる体制をどうすれば作れるのかということ、このことが前提としてなければ、長期収容しちゃいけないんですよ、そこで。そういうい整理でこの問題を要は 解決に改善に向けて、議論を進めていただきたいと思うんです。あのぜひあの、常勤医師を処遇の面だとか、いろいろな障害があって、なかなか常勤医師が今、配置できないということをおっしゃってますけれど、あのぜひそういったことも含めて、大臣、あのすぐにこの問題については、議論して、問題解決に向けて話を進めていただけませんか、4ヶ月経ってます、有識者会議の報告が出てから、すでに。でもこんなもんなんです、今お話聞いている限りは。 だからこれは法務省入管の権限の枠内、予算の枠内でやろうと思ったら、これしかできないということなんですけれども、そこから先は、さっき申し上げましたように、大臣、政治の判断で、この問題をどう整理していくのかということが問われています。ご決意だけお伺いして、私の質問を終わります古川法務大臣。まず、先ほど申し上げましたように、今回の事,件事案を受けましてですね、 二度とこのようなことを起こしてはならないということで、申し上げたあの12項目、これを確実にまず実行すると、これがまず第一だと思っております。しかし、それをやり終えたから、もうこれでいいのだということは決して思っておりません。私は今回のこの名古屋の悲しい出来事に限らずですけれども、入管行政の全般を見るときに、ですねやはりこれはどこか足らざるものがあると。 かけているものがあるという意識を持って点検をする必要があるというふうに思っていますそれはどのような制度もどのような法律もですねそれを作った当初においては最善のものだということで物事はスタートするのだと思いますしかし運用する中において不具合がまあ明らかになってくることもあるでしょうし時代の流れの中で新たな事情の変更もあるでしょうでそのような時にやはり改めるべきものがあれば 改めるという、そういうこの誠実な姿勢というものが行政においては、特にこの入管の場合は、この入管収容施設の場合には、命を預かるということでありますから、より一段のそういうこの真摯な姿勢というものが大事だというふうに思っております。しししたががいまままててここのの項目の着実実なな迅速な実行行れはまず第一ででありますす同時並行としてですねこの この主要施設の在り方を含め、全般的な話です、あのおおについても、あ普段の,普段のお、改めるべくのは改めるという普段の努力、そういうことを続けていきたいと思っております。でそのような観点で、まあ、あらゆる分野に対して、えーまあ、点検をしていこうと、そういう気持ちで臨んでいるところであります。